ー、頭やばい系 YouTuber でーす。今の始まり方はやばすぎるやろ。初見さんの方いたら絶対ブラスト枠もんだよ。いやマジで勘違いしないでほしい。僕はちゃんとれっきとした頭やばい系 YouTuber なんですよ。はいどうもピオキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。今日もトロールコース、トローラーメーラー50ということで、モグラの騙しコース50ということでしょうか。で50っていうのは50コインのことだと思うんだよね。なんで今日は50コインがコースに設置されてたらそれがヒントになるんじゃないかなと、そう思うんですよ。ということで僕は今日全てのデカコインを信用していきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.57% で、僕みんなにガチで聞きたいことがあって、編集を少し軽くして投稿頻度を上げるか、それか今の編集のまんま投稿頻度もそのままか、本当に教えてほしいんだよね。投稿頻度上げたいんだけど編集に時間がかかっちゃってなかなか上げることができないからさ。じゃあここはオンオンしていいのかい。そしてすぐなんか出てきたね。開幕エンジェルモグーラー。まあでも編集を軽くするって言ってもどのくらい軽くするとかイメージが湧きにくいよね。なんでこの動画を軽くさせてもらおうかな。そしてみんなが判断してほしい。あ、これで投稿頻度が上がるんだったらまあ許せるかなみたいな。いやちょっと待って、ちょっと待って待って待って、早くこのクッパクラに乗って退散しろ。なんでここ開けたんだろうね。危険ってわかるじゃねえか、ここをしたら。でこのクッパクラって乗れないのかな。わあ乗れないっぽいね。じゃあ最初にオンオフを何回かしたら砲台が落ちてくるみたいな感じだったよね。なるほどね。あの P スイッチって押さなくちゃいけないのかな。一旦押しておこうか。押して砲台落として砲台にひっついておく、出させない。なんか出てきたけどまあまあ余裕だよ。そんくらいかわせるよ。ここは上は何もない感じか。そしてこのままなかなか面白い仕掛けを作ってくれるじゃないか。ここはジャンプしても隠しブロックがあるから逃げれないっていうことでしょう。じゃああのトゲメットから左にダッシュして逃げようか。これでお前かおさらばだ。いや違うんだって。ここ本当に全部隠しブロックあるのかな。あ、ここはないのか。なるほど、あそこで避ければよかったっていう感じ。ここのバネこんなにうるさかったっけ。あんな自己主張強かったっけこのバネって。じゃあ一旦モグラを倒してドアに入っていきますか。今回のトロールコースちょっと凝ってる感じするな。じゃあ一旦ここで神の甲羅踏んで、あのキノコは取らなくちゃいけないんじゃない。無事に取れたね。そしてこっから、いや下にはいけないよね。あーどうすればいいんだ。あ、このまま上に。うわここどうやって変えるんだろう、あのオンオフを。左上と右上まだどっちかに行けるんだよな。2分の1か任せろ。必ず2分の1当ててみせる。今回は右の方行ってみたいと思います。2分の0だった。もう全て理解しまくりゴリラパンダンゴムシ。ここで上に投げてオンオフをして先に進めばいいっていうことでしょう。あのキノコいらなかったんかな。あーこっちに来てくれるんだね。そしてオンをした瞬間すぐ右にダッシュ。うわーいけないのか。あ、いやちょっと右に行けそうだね。そしてここでコインか鍵か。僕はコインを信用するって言ったもんね。なんでこっちが正解だと思います。いや今のところさどっちも不正解じゃなかった。右鍵の方もさ50コインの方もダメだったじゃん。なんで、あよかった。まだギリギリいけるよ。ただでは死なないぞ僕は。そしてここ、うわあなるほどね。ここ上間があるじゃねえか。中身入ってた。この亀の甲羅の中身が出る前にこの鍵を取ってこの鍵洞に入る。これが正解だよ。さあ次はこの Z 信用していいのかい。この筋肉3兄弟がこのキノコ取っていこうか。なんかこの先さキノコ状態でもいけそうだったから使えるもんは何でも使っていこう。でこの先 Z って書いてたよね。信用していいのか考える時間はあんまりないぞ。あいつが降ってくる。 Z してみようか。何やってんの。バカすぎる。そんで僕思ったんだけど、ここで甲羅が出てくるじゃん。この甲羅をうまい具合に被ることはできれば、これマジで無敵じゃない。ヤマ発見したんじゃないの。このまま一体行ってみようか。上からの攻撃全て防げるよ。そしてここでオンオフを変えて、いやもうこのまま行こうか。キノコはいらない。そしてあのトゲメット、トゲメットじゃねえや、ブーブーも全て防げるんですよ。来たね僕の時代が。ナイスガマ発見しました。クルーがいいさ、弱えな。そしてこっから右に行こう。そしてこのまんま先に行っていいのかい。メットの意味全く意味なかったねここ。じゃあここはバネを投げた瞬間すぐ上に行く。これで先に滑るんじゃないのか。オンオフは変えないでいいのか。さあ土管に入っていきましょう。そろそろ中間ポイント見えたね。このスネークブロック信用していいのか。あの線の通りちゃんと言ってくれるのかい。信用するよスネーク。
ここは右、あ、左なのね。待ってよスネオくん。ひどいよスネオくん、僕は君を信用してたのに。僕がいつから君の味方だと勘違いしてるんだピヨエボン。なんだと？これから先もお前を奈落の底へ落とし続けてやるさ。そしてこの主人公の座も奪わせてもらうぜピヨエボンからスネオボンにな。長い、ここ長くない？しょうもない話の下り長くない？すいません、いつもこんな話を長々と。それじゃあ無事中間ポイント取れたね。いや今のは避けないやろ、絶対無理ばい。あ、なんか右開いたね。あー、右は行ったらいけないのねっていうことは左に行けば。うっとうしい。このモグラたち本当にうっとうしい。右は速くなったところか。さっきから言い過ぎなんだよお前らは。もう分かった、ここは一番左に行ってこっからドアに入る、これでいいでしょきっと。そしてここは一番左に逃げておこうか。そんで P スイッチがなくなるのを待って、あそこの隠しブロックはもう絶対に叩かない、叩かないでツタに登っていきたいと思います。何あのチョロップ動いてないね。ああ、なるほどね、下になんかいたってわけか。そんくらい僕は避けれないと思ってんのか。くりゃっ。うますぎる。数々一発マリオやってきた成果だねきっと。でここはスピンジャンプでいいの？あのドッスンの裏なんか見えるな。一旦行ってみる、ここすごい気になんない。足場があるんだね。そして次も一旦一番右まで行こうか。ここいいの、ここは一番右まで行ったらいいの？じゃあ何もしないよ、僕はここで下に降りる。うますぎる。まだに引っかからなかったねあそこは。じゃあここはジャンプして右左右でハテナを叩いた瞬間すぐ左に行く。そしてマントを取ってどうすればいいかなんだけど、ここ上に駆け上がれっていうことかな。足場ある、足場あるんだね。そしてチビになってどっちに行く？一旦この緑の土管の方行ってみようか。こんなにだけ僕が外すわけないさ。そういや昨日インフルの注射打ったんだけど、あれ結構痛いよね。まあ、打ってる時もそうなんだけど、次の日とか結構残るじゃん痛みが。腫れっていうのかな、触ると痛いみたいなさ。今ねその状態なんだけど、でも僕インフル一回もかかったことないんだよね生まれて。結構そういう方いない？あ、かわいいね下一気アップでハート作ってる。このハテナは強系 YouTuber ピオキングです。ここで僕は見逃さなかった、50コインがあるということにな。こっちが実は正解なんじゃないか。そしてこのまま右に行けば出過ぎなんだよお前らは。隠しを叩いてすぐ左に逃げようか。そしてこのクリボン持ってっていいのかな、なんか持っていかなくちゃいけない気がしない。そしてこっからどうするか。あっ、そういや今気づいたんだけど、キャラルイージじゃん。前回の動画の最後に操作してたのがさルイージだったから、そのまま残ってたんだね。だからこんなに今日引っかかってるんだね、マリーじゃないからさ。ここはどっちに行けばいい？まあ左しかないか。左行ってこのメットをかぶって、どうせチビにならなくちゃいけないのね。そしてあのドッスンは襲ってくるのかな。右なんかランって書いてるっぽくない？なんでここは右で走ってみる。これでいいでしょ。そんなの反応できるか。いや今のは100人したら100人引っかかると思う。絶対に無理だよ初見であれを避けるのは。でもルイージだったからな、僕がマリーを操作すればあんなの余裕だよ。僕とマリーのコンビネーションなめるな。お母さん呼んだかいピヨキング。お母さん助けて、ここクリアするのすごく難しいんだ。そうだったのねピヨキング、あとは全てお母さんに任せなさい。お父さん、なになに、どうした息子よそんなに声を荒げて、一体何事じゃ。お父さん、お母さんがやられちゃった。僕もこのコースにたくさんやられたんだ、だから敵を撃って。任せろピヨキング、やっと父を頼ってくれたか、久しぶりじゃのこの感じ。わしはトロルームでな、昔数々業績を残してきたもんじゃ、わしに任せろ。ザコどもは引っ込んでる。ウティトゥトゥ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 ピヨキングはパンパキャパン。ウティトゥトゥ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 ピヨキングはパンパキャパン。全然歌詞が思い浮かばなかった。まあたまにはこういうダラダラした実況もいいでしょう。まあいつもダラダラしかしてないんですけど、ここはなんか時計っつ、いやあの上のハテナブロックすごい気になんない？この上の炎にやられたよね。この炎だけ気をつけていこう。そして無事中間ポイントもらいました。そしてこれは何のお出ましだい？一気アップか。まあいらないけど出るもんはもらっていこうか。さあ残すはゴールのみだよ。ここは何もしない。
ゴロだけか。ここはちょっと左に逃げておいてしゃがんでおく。そしたらワンワンが避けれるっていう感じだね。そして次はスネオか。お願いスネオくん、次こそは僕を助けて。僕がお前を助けると思ってるのかピヨエモン。スネオ、いやこのスネオくんマジで空気読んでるわ。あんなことやってて本当に罠に引っ掛けさせてくれるなんてさ。そしてここは下に行けばいいのかな。あー上も出てきた。どっち行く。なんか下ツタがあったのが見えたんだけど、こっちは違うのかな。レルって何。初めて。いやもうこれ実は右が正解なんじゃないの。相手こっちがゴールみたいな。頼むって。神はいないのか。まあでも無事中間ポイント位置は取らずに済んだね。ナイス反射神経といったところだったね。さっきの中間ポイント壊し。そしてここは右下か右上か。右下のクッパクラを信用してみるか。だってこの音楽はやばいって。3択のうち2つ外したってこと。運が悪いにも程があるでしょ。そしてこんな知りたい系バネをかわして針に当たると出ないんだよこんなの。死に耐久名人を舐めるな。まあでもチェックポイント戻しがありの死に耐久がありのということはそろそろゴールが近いんじゃないんでしょうか。このコース結構長いよね。あ、なんかゴールっぽいよ。いや、あの草を取らなきゃいけない。オッケーオッケー、ギリギリ取れたね。そしてこっからどこに行くかなんだけど、右の扉か土管かっていう感じっぽい。土管ダメって書いてるな。じゃあ土管に入ってみるか。こっちが正解だよきっと。頼む待ってて。いやどっち？ブブー言われたよ。うわ上にヨッシーの卵と羽が出てきた。あの二つを取らなきゃいけないみたいな、そんな感じなんじゃないの。頼むって。ケンだケンだ。じゃあ次ドアの方入ってってみようか。こっちがゴールなんかな。いやちょっと違うっぽいけど、一旦このクッパクラウン乗ってってみる。いやこっちが正解なんじゃない。そしてあの右の方に行けばいいみたいな。でもちょっと上気になるから上見てってみようか。こっちははっ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 。絶対合ってる。こっちで何もしないで扉に入ろうか。上も確か砲台があったよね。頼むゴールあって。うーわここ動いたら思う変わるんじゃないの。どうするどうする、何も変わるだよ。頼む。オッケーオッケー。そしてこの下に行って。頼む何もしないでね。どうする。うーわ50コイン、最後は50コイン信用してみる。お願いします神様、これでゴールがあってくれ。2分の1きた。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオナンバー173ということで、まあ今回の一発マリオちょっと見にくいと思うんだけど、 ID の裏にコインがあるんだよね。でゴール条件があるから、あのコインを取ってゴールしろみたいな、多分そんな感じだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.32%。 まあ変な形にバネが設置されてあって、その上に青いトゲメットがいたからさ、どんな邪魔をしてくるかだね、あの青いトゲメットが。ちょっと様子見てっていいかな。全然わからん。これどのタイミングで行けばいいの。しかも時間20秒しかないのか。ちょっと適当に行ってみていい。こっからジャンプ。はっ、これタイミングちゃんと見極めよう。まず先頭に3体のトゲメットがいるでしょう。そして後ろに4体のトゲメットがいるのか。なんで後ろの4体のトゲメットが行った後に行く。これで間違いないと思うんだよな。そして次はどのタイミング、やっぱここで真ん中に行くしかないよな。ダメだ、この行き方じゃないと思う。ちょっと最速見ていいかな。最速が5秒か。5秒ってことは始まってすぐ行け、あ、なんか今行けそうじゃなかった。今のタイミングで10コイン取ればゴールできるみたいな。なんで開始した瞬間雲の中抜けていく。うわこれじゃないのか。じゃあちょっとだけ待たなきゃいけないっぽいで、なんで少しだけ待って、このタイミングでどうかな。はいはいはい、わかりました。次でもうゴールできると思うよ。多分だけど抜けた瞬間にバネに乗ってジャンプすれば抜けれるみたいな。やったぜ。どうもありがとうございます。これしかもめちゃめちゃ早かったんじゃない。多分最速取れてると思う。来ました4秒台、久しぶりの最速なんじゃないかな。ということで高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。